もやしマシンですね、これね。ちょっとね、4年ぐらい前のもやし使ってんで、あれなんだけども、まあ、だいぶできてきたですね。もやしマシンですね。このようにね、私ね、もやしマシンでね、このもやしを作って食べてます。1日に2回水をね、変えるんだけど、この上にね、ふっかけて下な流すんですね。これ、パイプがあるんで、取るのめんどくさいから、上からジャワーって、水道でかけちゃう。で、下洗っちゃうのね。もやしマシンなんですけど、販売用先生がね、これでね、野菜不足はね、ブロッコリーの種なんかもいいし、ね、ブロッコリーの、サラダ、ね、サラダバーの、このもやしね、とっても、新鮮でね、美味しいのが作れるんです。で、ここの安いね、僕はね、大豆を30キロ買ってんだけど、カナダ産のね、8000のやつ買ってんですよ。8000の、7000から8000ぐらいのやつを、ね、95キロ、20、え、20、29.5、29.5キロかな。約30キロちょっとないんですけど、あとアメリカ産も使いますね。アメリカ産ね。ただね、アメリカ産はね、2年ぐらい古かったりするんで、芽が生えにくいんですね。でね、冷凍保存しないとダメです、大豆は。そうすると、2、3年も持ちますよ。で、去年のを買うのが一番いいんですけどね。それをすぐ、冷凍庫に、全部入れとくのね、30キロ。そうするともう一年中使えますね。このサラダバーとか、まあ、とってもいいですよ、これは、本当に。こうね、で、やられるのはちょっと、これ、生えないのは腐りますから、これね、よく後で取るのね。これが一番いいんですけどね。タイマーもついてるんですよ、これね。ちゃんと、こタイマーついてまして。まあ、いろいろね、夏、冬、ね、温度調整してくれるんですね。サラダバー、もうこれ食べられますけどね。なんていうかな、油炒め。あれ、こう回ってくるね。ね。こう自然にこう回ってくれるんですよ、ね。これでシャワーでも巻いてね。自動で巻いてくれるんですけど、1時間に1回ぐらいね、回ります。で、1週間で大体できますね。これで4日間ぐらいですね。月曜日の日からやったら、月火水木金土だから5日ぐらい経ってますね、これでね。豆がね、ちょっと古いやつだから難しいんですけど、で、腐るのがあるからね。ね、止まりますね、自動的にね。これ自動的に回るんですよ、こんな風にして。ね。これが、私が毎日サラダバーとか炒め物ですね。次のこれ炒め物のがいいですね。あとね、春巻きに使うの。
春巻きね。春巻きも僕メーカー持ってるんで簡単に。クレープでね、皮作るんですよ。買わないでね。100円のメリケン粉で無数にできますよ。春巻きの皮でね。で、これをね、ちょっと炒めて、ね、ラードで炒めて、ひき肉、牛肉でもう6キロ買ったし、で、それでね、冷凍庫と普通の冷蔵庫分けといて、ね、炒めて、それでね、春雨もちょっと混ぜてもいいけど、これがあるから平気な。そんなことで、野菜豊富にね、もう全然このサラダバー不自由しない、毎日もう不自由しないんですね。無数に作れますよ、このもやしメーカーはね。とても便利ですね。中国産よく日本人がね、タラで盗むためにね、徹底的にガーガー言うけど、日本人そういう汚い、もともとから同じです。分かってでしょ、汚いっても。戦争なんかめちゃめちゃだったでしょ。日本人ってすごく悪どいよ。だから気をつけて、いい繊維作って、安い繊維作ってくれてるからね、本当感謝してますよ。ね。前、中国松下の、社長の息子と一緒に、中国松下のね、社長と仕事してましたからね。中国人とはよく付き合いがあるんだけど、頭の悪いのはひどいのはもうめちゃめちゃだからね、中国人もね。日本人と同じですからね。めちゃめちゃ悪どいから。ね。それは、ね、同じだけど。同じに悪どいけど。そんなことでね、中国の方も、あと中国の汚染、あれはちょっとちゃんとしなさいね。ね、そこの土地も僕の土地